エゴラッピンは日本の音楽ユニット。1996年大阪で結成されたユニットでメンバーは共に大阪府出身の中治めしえと森正樹。結成時から長らく関西を中心にクラブやライブハウスでの活動を続けていたが現在は東京に拠点を置いている。ユニット名の エゴラッピンという言葉は彼らが好きなアーティストデラソールがインタビューの中で最近の若者はエゴラッピンが多いと発言しているのを聞いてつけた。インタビューでは自分を出さないという例えで使っていたが二人はエゴを包むとも取れるこの言葉を気に入ってユニット名にした。多様なジャンルをクロスオーバーしたサウンドで独自の音楽性を築き上げている。 戦前のジャズから自然に行き着いたキャバレー音楽や昭和歌謡を昇華して、エゴ独自の世界観を築き上げた2000年発表の色彩のブルースはインディーズながら異例のロングヒットとなり、その名を全国区で知られるきっかけとなる。活動は国内にとどまらず、ヨーロッパやアジアのフェスにも出演するなど海外でもライブ活動を行っている。1996年結成。 1998年、ファーストアルバム、ブルースピーカーでデビュー。2000年9月2日、ミニアルバム、色彩のブルースをリリース。このアルバムに収録された、色彩のブルースが注目を集め、翌年、ミッドナイトデジャブ色彩のブルースとして、シングルカットされた。2001年5月30日、ポリドールに、自らのレーベル。 マイナースイングを立ち上げ、メジャー第一弾となるセカンドフルアルバム、道潮のロマンスをリリース。同年11月28日、色彩のブルースがリミックスとリマスタリングされ、ライブツアー、道潮のロマンスの音源と共にファーストシングル、ミッドナイトでジャブ色彩のブルースとしてリリース。この PV 撮影でも使われた、うぐいす谷の東京キネマクラブにて、 ミッドナイトデジャブと題した年末ワンマンライブを初観光。2002年7月、ドラマ、私立探偵、浜マイクの主題歌に、くちばしに、チェリーが採用される。7月5日、同曲を含むサードフルアルバム、ナイトフードをリリース。7月24日、セカンドシングルとして、シングルカットされた。2004年9月8日、前作より、約2年ぶりとなるフォースフルアルバム。 メリーメリーを問い、エスファクトリーよりリリース。全国24カ所27公演のツアー、メリーメリーを観光。2006年5月17日、フィフスフルアルバム、ON ザロックスをリリース。10月には、デンマーク、スウェーデンで行われた、東京サウンドレボリューションに参加し、初のヨーロッパ公演を行う。十二月十三日に、結成十年という、大きな節目として、 NHK ホールでライブ、ミッドナイトデジャブスペシャルを観光。このライブの模様を収めたライブ DVD が2007年12月13日にリリースされる。2007年9月26日、中央サメ吉江ソロとしてのファーストフルアルバム、ソレイユをリリース。2008年7月9日、サードシングル、ゴーアクションをリリース。ユニリーバ。 アックスダークテンプテーション CM ソングとしても起用され、テレビ朝日系、ミュージックステーションにも出演。9月、上海でアジア各国のアーティストが集まるイベント、アートレンデジアに日本代表として参加。10月15日、初のベストアルバム、ベストラッピン1996から2008をリリース。2009年2月18日、シックスフルアルバム、 エゴラッピンザゴシップ・オブ・ジャックスをリリース。このアルバムは、エゴラッピンザゴシップ・オブ・ジャックス名義でのリリースとなる。2010年、ブラフマンと共に、新レーベル、ノーフレームズを立ち上げた。2012年5月27日、テレビドラマ、家族の歌で第7話に本人役で出演する。2015年10月、東京と大阪で、イギリスの指定妹3人組バンド。 キティ・デイジーレイスと台湾ツアーを開催。2016年、バンド結成20周年を迎える。4月20日に2枚のオールタイムベスト版とカバー版をコンパイルした3枚組アルバム、ルート20ヒットザ・ロードをリリースし、それを記念したエゴ・ラッピンザ・ゴシップ・オブ・ジャックスによる全国ツアーも開催。11月27日、東京、球団下の日本武道館で20周年。 記念ライブを開催。2017年5月10日、スチャダラパーとのコラボ楽曲、ミクロボーイとマクロガールを配信リリース。ミュージックビデオでは、女優ノンが主演を務める。2017年8月、信仰のある女優の三島ひかりからのオファーを受けて、楽曲、群青を提供。楽曲のプロデュースに加え、レコーディングでは演奏にも参加。中収めはコーラスも担当した。 ザゴシップ・オブ・ジャックスザゴシップ・オブ・ジャックスは大阪でのインディーズ時代から長らく活動を共にしてきたメンバーによるサポートバンド。2009年には共同名義でアルバムをリリース。2018年12月のミッドナイトデジャブライブ参加を最後に解散。その他はエゴラッピンザゴシップ・オブ・ジャックス名義での出演。 2001年、2002年、2003年、2004年、2005年、2006年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年。ありがとうございます。